試合前はもう特に演技のことを考えるっていうよりかは集中することですね。もう演技のことはもう練習の段階でできているので、あまり深く考えずに、まあ、やってきたし大丈夫だろうという、まあ、自信を持って集中することです。ほぼしないですね。緊張が自分でしてるのかどうかも分かんないタイプです。記憶にある限りだと本当小学生の時ぐらいですかね、緊張してたのは。それ以降あんまりないので、緊張しないことって多分いかにそのやるべきことをやってきたかっていう自分に自信を持つことだと思うんで、その時だけ頑張っても絶対緊張すると思うんで、その前の段階をしっかりやることで自信を持ってできるのが緊張しないようになるための一番のことかなと思います。